はい、では、本日3戦目いきましょう。ゼルテイガー VS テイガーでないマドくんですね。あ、アズラエルでもねえや。響きですね。また響きでお願いします。よろしくお願いします。テイガーからアズラエルから響きになったマドくんですね。これほら、あの流星人道だったり流星ライチだったりした時の話の振りになっちゃうからさ、その人のイメージじゃないんだけど、一番最初についたキャラクターのイメージはそうそう拭えないっていう。さあ本日、最終戦になります BWB3 戦目。さあくしくもお互い24段になりますかね。確かゼルが今日24に上がって、マトクも24だったはずで、さあワンチャン25段が出来上がると、うちの宗家筆頭リーチ組がうおやらせろって来る可能性はあるんですけど、荒くれ25段にした、荒くれ25段にした。1人しかいないんですよね、荒くれ今日。じゃあ見ていきましょう。 BWB 上がらせ5先へ、デルテイガー VS、また響き戻りすの宗家筆頭は命短かったな、1週間か。やはりうちは25段が多くなる定めなんですかね。問題はない。どちら様でしょう。自分は忙しいのです。 The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. さあ響きテイガーですね。これどうなんだろう、全くわかんねえやん。さあ早めに仕掛けてったのはゼルですが、ここはしっかりお初期ジャンシー高出しカウンターからのオーバードライブ。ここはエクシード吐かずダメージパーツ画面端8へ重ねてリレータッチ B で割っていく画面端響きのパーツ。ダメージ自体はそこまで伸びないですが、ここは引き算から詐欺重ねのパーツ一気にダメージ取りたいが、ジャンピーが落ちてくる。さあ欲張った 6C 繋がってないが画面端押し付ける。総力戦ラッキーからジャンビーの最速高速中段卓消費までしっかりしている。さあここに来て一気に流れを、ここに来てというか一気に流れを持ってったのは響きなんですけど、唯一僕が今危惧してるのは響きの技名が微妙に怪しいっていう、バレますよこれで。さあ立ち見しゃがみくらいから飛山椒だったと思うんだよな、あれ飛山椒劣走客覚えてねえや。さあここは逃げたくなるところ、これで置いてあるオーバードライブのプレッシャー画面端カタパルト飛んでいる。立ち2牽制しっかり下がるサンディからオーバードライブ。さあテイガーの体力だったらワンチャン残るか。玉井さんありがとうスペシャルが炸裂してまだ死なない。西ぶっこんでけ、お手玉ポンポンして画面端。さあここはもっと手が使え、これはあーっとタッチハイジャンプにつられる。さあ1勝目取ったのはまた手が出ようとしたまた悲劇なんですね。ごめんね、悪気はないんだけど、悪気はないんだけど、やっぱり間違える。いやー悪気はないんだけど、ついね。だよ、今日はね、カンニングペーパーを後ろに用意するんですよ。そう、ちょっとね、怪しいんですね。さあ、試合見ていきましょう。戻ってきました。あー、紫投げ、ドライバーが刺さる。おいしくいただいたのは、テイガワー、ガジェットフィンが。ジャンビーめくりになって立ちにガード、とりあえず磁力つける。ここのサンディは美味しくなったの、フェイタルコーン入れてる響きが。中段ここは総力戦割っ
って言ってロクシーフェイタルマンできず。さあ補正フリットとはドライバーで攻撃割り込んでガジェットフィンガーサードを出るバックステからさあ反応はできたんですが間に合わず。さあこれだで釣ってガジェットじゃねえや、ジェルで釣って一本取ったらテイガー。私をここまで追い詰めレボー2アクション。分身からのぶっ込み。スレッジから美味しくいただきたかったが、ここにいるときは空だけ見ている。立ち合いから三振、ガジェって磁力残っている。お、ちょっとおしゃれ。へえ。ロケからロクミ、ラピってゲなんだく。体力的には軽くし、さあここはビースレが補正気になるかまだ知らない。ジャンピーピーからとりあえず逃げて 4D 引っ張って三振から被弾症絡めてダメージアップ画面端テーザだけにジャンピルにはバトルバースト。ジャンシー高梨からここはラピッて抑え込んでいく。テーザは立ちで暴れて三振からオーバードライブガードポイント重ねたがここは逃げる。カウンターサルトジャンシー高梨から被弾症回はバックステル下げられる。さあここはテイガーしっかり殺していく。11あ、俺今初めて知った、今技表を見て初めて知ったことなんですけど、響きのめくりになるあの中段あるじゃないですか、列装なんですけど、あれ残照客っていう派生から列装が出てるんで、俺だからあれ列装客って聞こえちゃうんですよね。残照客最速派生で列装が出るんですけど、技名が長いから残照客って言ってる前に列装が来て列装客に聞こえてたんですね。やっと理解した。ずっとあれ列装客って思ってて、なんだろう列装客って、列装客って技だったかなと。さあ頼れる味方ファミ通の技表が今日は僕の右前にあるので、エリブさんの BWB の時にちょっと俺コメント見てへこんだんですけど、ミュウ戦のミュウの技表見たんすわとか言いながら、あれトコタチだったんですね。ずっとコトタチって言ってて。さあ試合戻りますか。1-1の状況からジャンビファーストタッチはテイガー、カタパルトいった。あー西出だし、そう相打ちからのコンボミスからのいろいろあってビースレが当たって浮いてるのは響き側、そして画面端被弾初回から裏回っちゃった。しかしフォローしてる。ストレッチハンマー、ここは西かな、しゃがみぐらいになってる。さあ玉井さんありがとうスペシャルが3ループからオーバードライブでなるぜ。まだ死なない。スパーク使って遠距離戦が始まる。うお強いな、ハンマー間に合わず。ジャンシー落ちてきて1本取ったな響き。ジャンビビ空対空しっかり見ている。落としていく。さあ西が三振に化けてジャンシーかぶせあったんですが大丈夫、立ち A でカウンター取って空対空しっかり見ている。空対空じゃない、対空か、地対空です、ごめんなさい。しっかりいなしていくジャンビからフェンスを作ってるのは依然響きか。踏み込みに立ち絵を置いてとりあえずガジェって、立ち絵 OK からドライバーは飛んでいる。被弾症で締めてミサゴマーでしっかり手で当たって、ここはバスト。うわあ、よし取れる、珍しい3段しっかりガードしたんですがその後抑え込まれる。さあこのまま勝ち抜け1対2。では自分はお互い困った上司に振り回されているようです、ね、ああ技名技表を見ながらだとなんとなく分かりますね。
大体食らってる技だったらすぐ頭出るかなと思ったんですけど、唯一技名が絶対出てこないな、マガ打ちですかね。マガ打ちだけ出てこないと思う俺。一言も言ってないよねあれね。あれは無理だわ。さあ試合に戻りましょう。1対2。ちなみにマガ打ちは残照客中の当て身の技ですね。立ち入り立ち入り牽制していく。さあこちらが本体ですと待っていく。西対空間に合わず、ファーストタッチ、ファーストコンボいただいたのは響きか。走り込んで画面端ずずし切ったところ、立ち見から総力戦割り込んでいく。エクシノを使って西から、これだ入れ込みバレてるよと、立ち見しっかり押していったがその後届かない。うわーなんだこれさあ掴んだのは固まると、 6C からジャニシー、 EC6A から西、これだガジェットフィンがいつものよう。さあガジェでとりあえず動きを固めてからドライバー、ジャンシー、高梨、ガードシール、西、相打ち上等、ラピキャンして、ホイール、ドット残って、まだ分かんない、ロクシーぶっ込んでいく、ニディ、ジャンシー当たって、ここはオーバードライブ剥がれるとだるい、バースト使っていく、ヌエからの裏回り、これだがいい感じに絡まって、さらに足が届かなくなる、オーバードライブ。ジャンビーの高梨、さあ目まぐるしく攻守が交代するが、最後に打ち勝ったのはテイガのジャンビー。ジャンニシーフェイタル、うわつながる、マジかこれ、減ったガジェって立ちへ抑え込んでからの本命 B が当たってしまう。ピースレスカシ逃げたくなるとこ立ち置いてある。ここは受け身から最速立ち身押し込んでいく、寝っぱなし、その場置きにジャンシー当たってまだわからない。着地にドライバーおそらく隠ってんじゃねえこれ、いやなんか、いやアテンションかちょっとわかんないや、ごめんなさい、おそらく隠ってない可能性はあったんですけど、ドライバー吸ってここで2対2になります。さあ先ほどから開幕テイガーが上がる、あうまい。さあジャンニー D かジャンサン D か、ちょっとごめんなさい分かんないんですよね、あれ本体飛ぶから確かジャンサン D 使っているが、押し込んでいるのは響き側、意表ついただけが通ってジャンサン D、 ここで当たる 8-2C からミサゴまでしっかり置き攻めは立ち火重ねからエクシードチョケ、これが角になったっぽい。さあ1回ずらして反応して対空したんですが、2回目ずらされるやジャンシー、ここは西当たってコンブに行く、被弾症回は裏回る間にドライバー、ここはオボロートに放していく、ラッキャンから玉井さんありがとうスペシャルに、うわ当たんねえ。さあこちらは手がオボドライブ、さあスレッジのスカリ半角になったっぽいですね、しっかり見ています。斬新高梨カウンター出てる。さあ西大君間に合わず、バックステイ読んでいる、立ち絵からしっかり押し置き、そのまま画面端へ一気に行くが、あーっとこれ痛いやつ、ミサゴしかしケージラプチャーハゲズ 6B 余りになるが、2D からとりあえず飛んでドライバーアスカル、ジャンディ風に乗ってあっちへ行ったりこっちへ行ったり、 6C さあバーストケアしたが、まずテイガーのバースト止まってない、 2C からさあレッソーが押してきましたけど、いやー目まぐるしく攻守交代してる、
ガジェットフィンガー、じゃんけんボンサー、お互い何も出さない。オーバードライブ、カタパルトしっかり読んでいる。さあここで的、名前変えてんだけど、的テイガーになってんだけど、ありがとう的くん、今気づいた。さあ的響き3勝目ですね。2対3。お互い困った上司に振り回されているようですね。あと1週間ぐらい響きの技表を見てれば多分覚えられるな。これ試合があと2対3、先に折り返し取ったのはまた響き。空対空斬新、しっかりと西井で押し置き、劣走刺さったがその後つまない。空対空ジャンビーひっかり確認して落としていく。画面端一気にペースを作っていくのは響き側、立ち見重ねから膝ショック、ここはバースト、ラピキャンでフォローしたんですが間に合わず、状況はテイガーに。画面端立ちいいから 6A4D 逃げようとしても西を打たれ、これダムしっかり隠してる、逃げ当たらず、カタパルト。見た目悪いこれマジで。後ろ下がって後ろ下がって逃げようとしたとこ、これだ、置いてある、ここバースト使う、体力は五分といったとこ、被弾症回からラピキャンで潰していく、チョークでジェネ、さあ一気にいったな、テイガー。よく今まで生き延び、スレッジ、さあそちらは分隊である、投げグレンパニッシュ出る前にぶん投げていく、立ちから 2D スカットとか痛いも守らないが、 2B の2段目当たってひっかりヒット確認からの 2B 止めはドライバー割り込んでいく、スレッジハンマーに対して総力戦割り込んでいく、しかしペースを作ってるのはテイガーが、さあもう一丁持ちつきペッタンペッタンして、スレッジ重ねからドライバーは飛んでいる、これだが掴めない、ジャンビー戦士陣に押してきて 3C が固まると座る、反応したんですが間に合わず、3対3。この程度では私は倒せない。お互い攻めが強きすぎて攻守交代のパターンが多いんですよ。さあお互い折り返しに刺されました。あとゴールまで2勝ずつ、試合カウントは3対3、7試合目。さあ先に勝ってリーチをかけたい両名、着地地点に西置いてある、ファーストタッチはテイガー、磁力つけて 4D 立ち D はしっかり飛んで 3C 取れた、離して固まると届かない、タッチしっかり確認、ここはバスト離して立ち D の振りに合わせて立ち D 置いてある、さあ響き使い、いつものやつ、とりあえずミサコエクシードには挟まずダメージを取ってチョークでいく、今回はかなり早い、一気に体力まくってチョークでドライバー、ガジェットフィンガー、じゃんけんポン、さあ超強気、さあレッスン当たって奥攻め、ジャンシーからのラピキャンから回してない、戦士陣西井空振り、さあここはオーバードライブスカル、あれ戦士陣中段じゃないよね多分ね、冗談です、ありがとうございます。さあジャンシーファーストウォッチャー響き 8A で抑え込んで画面端、選択するのはミサゴ、画面端立ちるスカリ、ジャンビーがおそらくかくってる、立ち当たって
さあ本命トースト痛いんです。ステイガーのコンボ画面端総力選びからの中段だけ立っている。ここうわ総力戦間に合っちゃいますね。ジェネ間に合わず。さあここジャンピング出して何か打ってるんですが間に合わずカウンターしてしまう。立ち絵で抑え込んでここはコルダーで死ねない。さコルダーかなりダメージ高いですよね。11の状況大技ライブ持ってるのは響きのみ。さあどう出るか。開幕6シート6ビ相打ちしてダメージ勝ちしたのはテイガー。 2D でぶっ込んできてコルダーせず。ここは見ない。6シーのスカリが見えました。ゴマバースト裏から立ち身刺さる。立ち絵刺してスレッジ使ったところ最速でボタンが置いてある。投げで崩して画面端体力5分の状況から総力戦ラピからの最速中断。ここはガーキャンガーキャンかなちょっと分かんない。ガーキャンオーバードライブかバーストのバケた感じ。さあお見合いの状況からスレッジ飛んでいる。うーわージャンシーからこれかくってないと思うけど押したとこ間に合わず。あー入れっぱラピキャンできずジェネ石井タイこれ出してラピキャンでペッタンペッタンして殺しきり。さあ4対3リードされたのテイガリーチがかかってるテイガー側残像一点読みスレッチが当たるがここは本命ドライバーが飛んでいる。2B から立ち見めくりジャンシー当たって 3C からヒザン当たる。ジャンシー逃げていくグレンパニッシュ。ここはスカって位置入れ替わって上からかぶせたところしっかり 2C が置いてある。ジャンシーかぶせてドライバーには飛んでジャンシーがめくりになったコバストが網端を作る。イルッパはバータイ絡めて痛くなる。画面端ガジェットフィンガージャンケンポンラピってガードしきってロクシーフェイタルから当たってくれない。まだ死なない。精神に押してきてジャンシーかぶせに行く。まだ死なない。こちらもまだ上がらない。ジャンシーから立ち合い初めて打ったら中段は立ち合いダブルツリーリーチをかけたらテイガー空流しかけに行ったんですがやっぱりお強いジャンビーカウンタースタートファーストチャーテイガー6シーンガードして立ち合いからスレッチ裏回って立ち合いかけるが痛いのは守らない。ジャンシーめぐりになるがお互い当たらない。ここはアズラエルでよくあるやつバリアハルトピンになるやつ動いたとこ立ち当たる。中段当たってここなくなくバースト。さあ裏まで当たってここは紫投げ通ってくれる。おいしくいただいて残像ヒット 2D からここはまだ本体は飛ばない。さあぶっ込んでスレッチが飛んだ。スパーが飛んできた。さあここは、勝ち切りですね。5対3勝ったのは全体が